まずはベイスターズの先発中川、横浜スタジアムのマウンドに上がります。どんな投球をしてくれるんでしょうか。里崎さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。まあそうですね、どちらが先に流れをつかめるかですよね。はい、先に流れをつかむか、このあたり見ていきたいと思います。次が3球目。ナイスボール。はい、低めにストレートが決まっています。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。外れましたけど、いいボールですよね。アウトロー、際どいところ、わずかに外れました。見逃し三振、ワンアウトです。バッターは2番に入っている藤岡。中川、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。マウンド上のピッチャーは中川、そしてキャッチャーは東。このバッテリーをマリーンズ打線がインサイド打ち上げました。打球はセンターへ。ここはセンターが抑えています。ツーアウトです。打順は3番中村。ツーアウトになっています。初球空振りです。スライダーが決まります。あっという間にツーストライクです。振っていきましたが三振。スリーアウト、チェンジ。2回の表マリーンズの攻撃、打順は4番ソト。ベイスターズ得点に動きはありません。0対0で2回を迎えています。さあ里崎さん、まだ序盤ですからね、ここからですよね。まあバッターもまだ様子見ている段階でしょうからね。2巡目以降どう。インサイド落ちました。ファウルになります。低めの変化球は外れました。バットに当たりません。三振。まず一つアウトを取りました。バッターボックス安田。中川、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球ボール、2球目打ちました。この打球は落ちそうだ。ヒットになった。ワンアウトランナー一塁です。バッターボックス山口、ヒットでランナーを一塁に置いています。ここはゴロを打たせたいですよね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか、引っ掛けさせようかというボール。今のファールの感じだとスライダーには対応できてないようですよね。これはバット出ず三振です。ランナーそのままでアウトを取れたのは大きいですね。空振り、ボールになります。引っ張った、これはどうか。一二塁間を破る。ベイスターズピンチになりました。ツーアウトランナー二塁一塁。さあベイスターズ先制のピンチを迎えています。やはり先取点はやりたくないんで、ここはシュート。インサイド落ちました。このフライはヒットになりそうだ。関根が掴んで3アウトです。先制のチャンスがあったマリーンズですが、そのチャンスを生かせませんでした。0対0、同点です。